フランドル学派は、15世紀後半から16世紀、フランドルを中心に活躍したルネサンス音楽を代表する作曲家たちである。15世紀中頃に、ルネサンス音楽を開拓したブルゴーニュ学派と合わせて、かつては、ネーデルランド学派と呼ばれていた。15世紀のデュファイに始まるブルゴーニュ学派を引き継ぎ、16世紀中期になるとフランドルだけでなくイタリアをはじめ、 ヨーロッパ全体で支配的な地位を占めるようになった。つまり、フランドル学派の様式は、ヨーロッパ全体に普遍的な様式となり、それが次のバロック音楽を準備した。ヨハネス・オケゲム、ヤーコップ・オブレヒト、ジョスカン・デプレ、ハインリ・ヒーザーク、ピエール・ド・ラ・リュウがフランドルを中心に活躍した。後期になると、ニコラ・ゴン・ベール、クレメンス・ノン・パパ、 アドリアン・ビラールとジャック・アルカデルとチプリアーノ・デ・ローレ、オルランド・ディ・ラッソ1532頃から1594らが活躍した。フランドル生まれのアドリアン・ビラールとはイタリアでベネツヤア学派を創立し17世紀になってバロック音楽を開拓したモンテベルディにつながる。その音楽技法はそれぞれの西部が対等の価値を持ちお互いに 戦律要素を模倣し合いながら展開していく、通模倣様式が用いられた。活性では、デューファイラーのブルゴーニュ学派が3世での処方が中心だったが、フランドル学派は4世のポリフォニーによる楽曲を作った。ミサ、モテット、シャンソンが主な作品であるが、とりわけオケゲム、ジョスカンデプレ、ラッソによるミサ曲はこの時代を代表する音楽作品となっている。 15世紀は厳格なカノン的処方が優勢だが、16世紀にはこの傾向は、廃れて自由な模倣形式へと進化した。ありがとうございます。